はい。それでは本日は、一級土木施工管理士の実地試験、平成30年問5番、え墜,落等危険防止え墜落等の危険の防止、及び問い6番、建設副産物適正処理について解説をしていきたいと思いますえ。問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されておりますので、そちらからもご覧くださいえ。今回の問題に関しては、この5番をずっと読み上げるだけになります。あとは、6番に関しても少し分析をして読み上げるだけになるので、もう分かっている方は、この動画を今から閉じていただいてえ、違う勉強をしていただければと思います。 それでは、えー、問5番に入っていいいきたいと思いますえ答えから言うと、いがに、ろが作業所、はがぼうも2が要求性を墜落抑止用器具、ほが随時点検という形になりますえ。労働安全衛生規則の定めにより、事業者が行わなければならない墜落等による危険の防止に関する次の文章の資格のいいから法に当てはまるえ適切な語句または数値を回答欄に記述しなさいという問題になります。 1>, 1番、2番、3番、すべてですね、作業所の組み立ての問題になります。こちらすべてですね、労働安全衛生規則の法律になってくるという流れになります。まあ、基本的にはほぼ一緒になるんですけども、まあ、ちょっとこ、えー、異なってくるので、えー、しっかりと説明していきたいと思います、えー。事業者は高さが1メートル以上の箇所で作業を行う場合においては、えー、墜落により労働者に危険を及ぼす恐れがあるときは、足場を組,組み立てる等の方法により、 ロを設けなけななななればならいないという問題になりますこの「い」に関してはもう暗記になるんですけどもこの2メートルというのが正解になります。なので2メートル以上の作業を行う場合に関しては作業所の組み立てが必要になってくるという流れになります。なのでこの「ろ」はですねそれに付随してこの作業所の組み立てになるので作業所という言葉が入ってくるという流れになります。これは518条の1項という形になりますね。そして2番。 事業者は高さが1メートル以上の箇所で、炉を設けることが困難なときは、刃を張り、労働者に2を使用させると、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないということになります。こちらの問題に関しては、まず、この最初の作業所と高さが2メートルというのは、1番で行ったので、ここはまず2メートル、そして作業所を設けることが困難なとき、1番の問題に関しては、作業所を まあ、儲けなければいけないという形になっていたんですけども、それが無理なときは、これですね、防網、まあネットのことです。作業所の代わりに、まあ、ネットを、えー、貼ることが、まあ、原則としてされております。そして、労働者に関してはですね、えー、要求性の墜落抑止要器具というものですね。これ、えー、平成30年に出た問題なんですけども、その時は安全帯という言葉だったんですが、えー、平成31年2月1日より、法改正により、えー、フルハーネス型というものに変更されました。まあ、あの、 腰だけじゃなくて、えー、全体にこう巻きつけていくまでまあこの安全帯よりも最強になったまあ、フルハネス型という形になりましたなので、えー、答えの書き方がこの時は出た時は、えー、安全帯だったんですけども今、えー、答える場合であれば要求性能墜落抑止用の器具という形になりますのでこちらもちょっと注意にはなるんですけどもしっかりと覚えていただきたいと思います。 なので、この歯に入る問題に関しては、この長ったらしい言葉が出てきますので、こちらをしっかりと覚えていただければと思います。それでは最後、3番。事業者は労働者に2等を使用させるときには、2等及びその取り付けの、取り付け設備等の異常の有無について保護しなければならないという問題になります。 こちらの問題に関してはですね、この要求性能墜落抑止用器具、これがですね、まあ、長い言葉がまず最初に出てくるんですけども、まあ、これを使用するときの問題ですね。まあ、これをしっかりとつ、えー、けているかどうかの、まあ、確認の問題になります。えー、答えから言うと、随時点検が答えになるんですが、まあ、こちらに関しては、えー、点検と書かないようにだけ、えー、覚えていただければと思います。こちら、随時点検、まあ、一語一句、しっかりとやっていただくために、まあ、このように、えー、書かせていただきました。 まどこの答えを見ても随時点検と書いてあるので、まあ、点検であれば一軸という形であれば間違いになってしまうので、まあ、点検と書かないようにこちらはお願いしたいと思います。なのでこの2に関しては、本に関しては随時点検が入りますので、こちらも覚えていただければと思います。それでは次に6番の建設副産物適正処理に入っていきたいと思います。こちらの問題に関しては、位が条件、炉が経費、歯が排出、2が抑制、そして 方がえ下受け負い人という形になりますまず今回の問題なんですけども、このえ建設副産物の適正処理推進要項というものになるんですが、こちらはですね、国土交通省のちょっとホームページから持ってきたんですけども、まあ、ちょっとこのようなザクッとした言い方をすると誰かに怒られそうなんですけども、まあ簡単に言うと、環境のことを考えてねという項目が、この国土交通省のホームページに記載されてあるということになります。まあこれがこれということですね。これがこれということですね。で、まあこの、 1> 第1章から第6章まであったんですけども、まあえー、この総則というもの、そして、まあ、どんな感じかということですね、まあ、こんなんですよというのがあって、そして第2章が、えー、関係者と、えー、責務の役割,、まあまあ役割を、関係者とか、どのような役割を果たしていかなければいけないのかというのが第2章、そして第3章が、えー、計画の作成、第4章が建設発生度、そして第5章が建設廃棄物、そして6章が建設廃棄物ごとの留意事項という形で、この この要項に関しては第6章までまとめられているというのがこのざくっとした説明になりますそして統計を見るとこの平成の25年に関してはこの計画の作成が出てきていますそして平成28年に関してはこの建設廃棄物というものが出てきておりますそしてこの平成30年に関しては関係者と責務の役割及びこの計画作成というものが出てきていますなので今後の、えー、まあもし出てくるとしたら例えばまあこのようなですね推進要項が 違う第4章とか、あとは第6章とかまだできてないので、もしかしたら出てくる可能性があるので、まあ、こちらもチェックしていただければと思います。では、こちらもちょっと読み上げていくだけになるんですけども、1番から4番まで読んでいきたいと思います。発注者は、建設工事の発注にあたっては、建設副産物対策の意を明示することとともに、分別解体及び建設廃棄物の再資源化等に必要な労を計上しなければならない。こちらはですね、第3章のこ,ここですね。 計画作成等の問題になるということですこれは要項の第のの工事発注及び計画にに書かれていいるという内容になります、まあ、この建設副産物対策のまあ条件ですね、これちょっと暗記になるんですけども、条件を明示するとともに、分別解体等のおよび建設廃棄物の再資源化等に必要な経費を計上しなければいけない、まあ、こちらも一度読んでいただければと思うんですけども、まあ、このようなですね、要項が第12条にあるので、ちょっと暗記にはなってしまうんですけども、こちらも覚えていただければと思います。 それでは2番。こちら、2番に関しては、第2章の関係者と、その責務と、責務の役割ですね。こちらになります。新しい新規問題という形ですね。元受け業者は、分別解体等を適切,適切に実施するとともに、排出業者として、建設廃棄物の再資源化等及び処理を適正に実施するように努めなければならないという形になります。なので、このような建設廃棄物とか建設発生度があります。 こちらのですね、出所とかをしっかり明示しなければいけないですし、あとは、この排出業者、これを出す業者に関しては、まあ、しっかりと、この処理や再資源化というものを実施していかなければいけないように、務、まあ、め,めなければならないという項目が、この元受け及び自主施工者の役割。これが、要項第6章になるので、こちらも覚えていただければと思います。それでは3つ目。こちらは、計画の作成になります。 こちらはですね、元請け業者は、工事請負契約に基づき、建設発、建設副産物の発生の抑制、そして、再資源化等の促進及び適正な処理が計画的かつ効率的に行われるように、適切な施工計画を作成しなければならないという形になります。まあ、こちらもですね、まあ、問題を読んでいけば、多分これだろうなっていうのが多分出てくるとは思うんですけども、まあ、このようにですね、 工事着工前に行わなければいけない一つの方法方法というかこの計画施工計画に関してはこの建設副産物の発生を抑制するための施工計画を作成しなければいけないという形になりますのでこちらも覚えていただければと思います。それでは最後に4番この「方ですね。下請け負人は建設副産物対策にににに、自ら積極的に取,り組む取り組むように努めるとともに 元受け業者の指示及び指示び導に従わなければいいいけなないという形になりますえ。こちらは、えー、この元請け業者、まあえー、一時下請負人、えー、一時の請負い人とか、まあ、建設会社ですね一番上のなど、えー、元請け業者の指示及び指導を行わなければいけないという形になるんですけどもこの元請け業者がこの下請け負い人さんにしっかりと、えー、積極的に指示をして、えー、この下請け負い人の方もしっかりとした、えー、責務の役割を果たさなければいけないというのがこの要項の第7条になります。 なので、こちらも、え、ちょっと問題として出てきたので、まあ、暗記にはなるんですけども、え、しっかりと覚えていただければと思います。え、以上のことから、この平成30年に関しては、胃が条件、ロが経費、歯が排出、ニが抑制、オが下請負人となります。